んなところで会うなんて偶然ね。おい喜べ、今さっきの女の子バンドと話しつけてきたぞ。今日の打ち上げは姉ちゃんたちと大盛り上がり大会だぜ。それより昨夜がまだなんだ。なんだって？そろそろ時間だ、引き返そうぜ。ここからだとギリギリとない。え、そう、なぬというわけだ。おい、もうとっくに前のバンドのステージは始まってんだぜ。おい、ライブハウスとは方向が違うぜ。聞こえないのか、引き返せって言ってんだぜ。いいじゃないの、ライブなんて。どうせ遊びなんでしょ。同じ遊びならこっちの方が楽しいんじゃない。昨夜の野郎、一体どういうつもりだ。本当にどうしちゃったんだろう。ねえ、ひょっとしたら事故にでもあったんじゃ。縁起でもねえこと言うな。とにかく時間切れだ。俺たちだけでやるしかない。もうこの曲は完璧だな、そう思わない？ああ、そうだな。ああ、じゃあ次はあれやろうぜ。東亜が作った新曲。悪い、まだ覚えてない。東亜が曲書いてきたのは何週間前だっけ？よお、誰か教えてくれねえか。こっちはあんたと違って忙しいんだ。ああ、そうだったな。何しろライブもすっぽかすくらいだからな。またその話か。休養ができたって言ったろ。でもどんなようなのかは聞いてない。ああ、話してないからな。お前らには関係ないことだ。終わりなんだよ。なぜならお前はリュシフェルのボーカルだからだ。だからだと？もうこの話はやめにしよう。休養ができたんなら仕方ないだろう。それでいいのか？やだな、みんな。そんな顔して。昨夜だってちゃんと謝ったじゃん。これはこれは、お優しい子って。謝りゃいいってもんじゃねえだろうがよ。くにゃくにゃくにゃ、どれ。この際いい機会だからはっきりさせておこうぜ。あんたらが何を目指そうと、それはあんたらの勝手だ。そして俺は歌いたいから歌う。OK？ そんなのライブすっぽかした言い訳にはならねえ。お前は、約束を破るっていう、人間として最低のことをやらかしちまったんだからな。いや、全く、あんたの言う通りさ。どんな感じ？ん？昨夜事件の傷は癒えそうなの？全然。もしもし、ライブの夜どこ行ってたのか喋らないの？それどころか。聞きたい？何かあったの？昨夜の爆弾発言。爆弾発言？
いい機会だからはっきりさせておこうぜ。あんたらが何を目指そうと、それはあんたらの勝手だ。そして俺は歌いたいから歌う。OK？ 見事に似てないわね。そういう問題じゃないと思うんだけど。で、どういうことになるの？決定的って感じさ。今以上の前進は難しい。でも、それは今に始まったことじゃないじゃない。昨夜の気が変わるまで待つんじゃなかったの？そうなんだけど。ああ、正面切って言われちゃうとね。さすがの厚郎さんも、あれじゃフォローしきれないよ。人間として最低ね。ああ、全く散々な言われようさ。でも、約束を破るのは良くないわ。この俺も被害者なんだぜ。そうだったわね。誰だか知らないけど、ひどいことをする女。へえ、俺を連れ回した相手がよく女だって分かったな。俺は一言も言ってないぜ。バンドなんてやめなさい。貴重な時間を無駄にするだけ。知ってる？あなたがバンドを始めてから私たち会う回数が減ったわ。なるほど、それが狙いだったってわけか。時間は大切にしないと後で後悔するわ。かもしれない。何か？いや、知っている顔が。すまんが、少しの間、お客様のお相手を頼む。わかりました。偶然だね、こんなところで会うなんて。あら、あなた。珍しいわね、あなたがフランス料理なんて。取引先に誘われてね。こちら、大河内さん。この間、車が故障して困っているところを助けていただいたの。今日はそのお礼に。申し訳ありません。妻がご迷惑をおかけしまして。いえ、大したことじゃ。ファンベルトを元に戻しただけです。じゃ、俺はこれで。ありがとう。とんでもない。あいつはもうクビにするしかないぜ。これ以上一緒に続けても時間の無駄だ。忘れたのか、サンタ。昨夜を誘ったのはこっちなんだぞ。ああ、よく覚えてるぜ。俺の人生で最大の過ちだからな。そいつはちょっと大げさすぎやしないか。俺はマジだぜ、ユキ。あいつをクビにしないなら俺が辞める。あいつとはもうやってられねえ。本気で言ってるのか。お前は平気なのかよ。くそ。バンドはチームなんだぜ。一人でもやる気のねえ奴がいたら、いつまで経っても進歩しねえ。結局、俺たちの見る目がなかったってことさ。あいつのことはもう。諦めるのか？あいつほどのボーカルはいない。それでも諦めきれるのか？うまくいきっこねえ。かもな。はい。お昼驚いたわね。心臓が止まるかと思ったわ。へえ、そうは見えなかったな。堂々としたもんだったぜ。あなたもね。ところで、次からは車の話は避けてくれないか？あまり詳しくないんだ。大丈夫よ。あんな偶然そうあるものじゃないわ。あの人あなたのこと感じのいい青年ですって。
私たちの関係にはまるで気づいてないみたい。そいつはどうかな。話題の主のご登場だ。単刀直入に聞こう。あれとはどういう関係だ。OK。確かに昼間の話は全部アドリブ。自分じゃパンクも直せない口さ。で、そう、いい友達かな。私にそれを信じろというのか。どちらでも。うん。信じる信じないはそちらの勝手さ。俺の知ったこっちゃない。もう少しマシな答えが返ってくるものと思っていたんだが、救いがたい男だ。本気でそう思っているならな。二度と妻に近づくな。自分が何をしているのか君にもよく分かっているはずだ。今の誰？なんか難しそうな顔してたよね。またトラブル？関係ないだろ。何しに来たんだよ。なんだか緊張するわ。こういうお店初めてなの。どうするつもりなの？仕事に戻るのさ、決まってんだろ。そうじゃなくてバンド。立ってないで座ったら？それとも場所変えようか。ちょっとくらいいいよね。他のみんなは真剣にミュージシャン目指してるわ。厚郎から聞いたろ。俺はそんなものになるつもりはない。じゃあずっと今の仕事続けるの？さあな。ロックミュージシャンになっちゃいなさいよ。かっこいいわよ。絶対ここより儲かるし。まあ売れればだけど。もういいだろ。仕事の時間だ。みんなあなたを必要としているわ。必要なのは俺じゃない、俺の声さ。いいじゃないそれだって。誰かに必要とされるなんて素敵だわ。どうしてそこまでバンドに肩入れするんだ。え、可愛い弟のためか。そうね、それもあるけど、やっぱり自分のためかな。リュシフェルのサポートを始めるようになって毎日がとても充実しているの。生きる目的ができたっていうか。今のはちょっと大げさだったわね。最初はしょうがない、手伝ってやるかって感じだったけど、今はバンドの一員のような気分。ファンの子に徹夜して作った DM 読んでもらえるとやったって感じ。みんなの夢に臨場してるだけなのかもしれないけど、でも打ち込めるものがあるってもう最高の気分。毎日がすごく楽しいの。
どうしてあの人に嘘を突き通さなかったの？あの目を見たらあんたにもわかるさ。見なくても大体想像つくわ。昨夜私が見た目と同じはずだから。あの人があなたに言ったセリフもね。勘弁してほしいね、ああいうのはさ。じゃあ別れる？それもいいかもな。嘘ばっかり。あなたはへそ曲がりだから、人にああしろこうしろと言われたらそうしようと思っていたことでも絶対やらない。全然懲りてないみたいだな。私があなたと付き合う理由の一つは刺激が欲しいからよ。昨日はとてもスリリングだった。なるほど。またここで会うなんて随分大胆だと思ったが、そういうことか。あなたに出会ってから毎日がとっても楽しいわ。あなたはどうなの？そう、確かに刺激的ではある。俺には音楽しかないからな。そのために高校を辞めて家も出た。昨夜は最高のボーカルだが、正直言ってあいつとこのまま続けていくのは辛いもんがあるぜ。俺たちが必要としているのは昨夜じゃなくてあいつの声。昨夜姉ちゃんが会いに行った時、昨夜がそう言ったんだって。その通りって感じだよね。俺たちはギターやベースみたいに昨夜を道具として見てるんだ。道具が思った通りに動かないから面白くない。俺たちって結構最低かもな。傘持ってないんだろ。送ってくよ。サンキュー。その船はいつできるんだ？俺が飽きなきゃいつかはな。ま、飽きることはないだろうな。こいつと向き合ってると時間が経つのを忘れちまう。客の注文もな。お前さんはバンドか？昨夜は道具か。厚郎のやつ嫌なことを言ってくれるな。だけどまさにズバリって感じだろ。言われた時は結構ショックだったよ。俺の繊細なハートにもぐさりと来たぜ。けどどうしろって言うんだ。今まで通り昨夜の気が変わるのを待つしかないだろ。あいつが何をやってもぐっと我慢してな。きっぱり諦めるって手もあるぜ。できもしないことは言わない方がいい。きっ、考えてみたんだ。お前はどうしてバンドを続けるのかって。それで答えは出たのか？いや、さっぱり。ただ一つ気づいたことがある。俺たちは自分の都合のいいことしか考えていなかった。ビッグになるためにお前を利用しようとしていた。俺たちの夢の実現のために。趣味でバンドをやるのもありなのにな。それでもやっぱりお前の声が欲しい。俺たちと同じ夢を見てくれたらこれ以上ハッピーなことはないと思う。やたら矛盾してるぜ。まあ夢ってのは理屈じゃないからな。
あれには近づくなと言ったはずだ。すべてお見通し。探偵でも雇ったんですか。君はいくつだ。今のような生活に疑問を感じないのか。夢も希望もない人生か。哀れだな。